ドイツ連邦共和国功労勲章大功労十字制大受章の聖章。ドイツ連邦共和国功労勲章はドイツの勲章。第二次世界大戦後、勲章制度は新中軍に禁止されていたが、凍結が解除されたのを受け、1951年連邦共和国政府により制定された。4度の制度改正を経て、1966年、 以降の現行制度である、ドイツ連邦共和国功労勲章は、以下の等級に分かれている。特等大十字章、特装大十字章、大十字章、大功労十字制大樹章、大功労十字制章,章、大功労十字章、一等功労十字章、功労十字、小樹章功労メダルなお、特装大十字章は、これまでには、コンラート・アデナウアート・ヘルムート・コール両元首相のみが、受賞しており、 特等大十字章は国家元首である大統領のみが勲気を受けずに受章、着想する。ありがとうございます。